サンシャイン・アンダーグラウンドは、イギリス、リーズ出身のロックバンドである。略称は圧。バンド名は、ケミカル・ブラザーズのサードアルバム、サレンダー収録の楽曲名に由来する。2006年デビュー。鋭くフックの効いた、ギターリーフとうねるベースラインが交錯したダンサブルで、グルーヴ感満点のダンスロックを鳴らすインディバンドとして、頭角を表す。バンドサウンドでありながら、 フロアで踊ることに特化したその音楽性から NME 主催の対バンツアーをクラクソンズ、CSS らと共に行いニューレイブのバンドとして一躍注目された。レイブという言葉のイメージからか彼らのスタイルはクラブ調の音楽と勘違いされることが多いが実際はダンスミュージックの要素をギターロックの方向に取り入れたブロックパーティーのようなニューウェイブサウンドに近いと言える。 メンバーが共通して好きなバンドとして、レディオヘッド、ブラーが挙げられており、そのギターフレーズは、クレアム・コクソンからの影響を指摘されている。ボーカルを務めるクレーグの歌声や歌唱力がマニック、ストリート・プリーチャーズやザ・キラーズのそれとも比較されることがある。リーズ市内のあらゆるライブハウスやクラブ、ダンスフロアでのライブを数多くこなしながらのし上がってきたため、 その現場叩き上げな演奏力には確かなものがあり、2006年12月のブリティッシュアンセムズで初来日公演した際も同じく出演していたザビューから今日はお前たちに完全にしてやられたよと言わしめる抜群のパフォーマンスを披露した。翌年のサマーソニックにも出演。2016年解散。ありがとうございます。